効果は一般的にある特定の行為、動作、操作、作用によって起こったある特定の好ましい現象を言う。科学の実験で起こった現象や営業、宣伝展開、スポーツでのポイントの取得など様々な場面で効果があったという言い方がされる。ある原因から明確な因果関係による結果として生じる現象を効果といい、処分野において 何々効果と命名されているものが多数ある。結果が好ましいかどうかは問わない。例えば音質効果など、演劇など、舞台や劇場などで、その場面にふさわしい状況を人為的に作ることを言う。柔道における効果は、投げ技等において、相手を制しながら速さと強さを持って、片方の肩、尻、大腿部が畳につくように投げたとき、または、 抑え込みにおいて10秒以上15秒未満を抑え込んだ時に与えられていたポイント。かつては国際ルールで効果が与えられていたが2009年1月1日より効果は廃止された。これにより蒸気にある片方の肩、尻、大腿部が畳につくように投げた時や抑え込み時間が15秒未満の時にはいずれのポイントも与えられなくなった。空道においては これらの場合効果のポイントが与えられる。ありがとうございます。